京都大賞展は日本中央競馬会が京都競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は農林水産省賞典京都大賞展と表記される。聖賞は農林水産大臣賞。1966年にハリウッドターフクラブ賞の名称で創設された4歳以上の馬による重賞競争。創設時は 京都競馬場の芝3200メートルで行われたが、1967年より芝2400メートルに短縮され現在に至る、1974年より現名称となった。なお、ハリウッドターフクラブ賞の名称は、第1回開催が行われた前年の1965年に、 アメリカのハリウッドパーク競馬場で日本中央競馬会賞競争が創設された返例として行われたもので日本中央競馬会と外国の競馬志向団体がレース交換を行う初の事例となった中長距離路線における小林三3歳の実績馬が秋の初戦として出走することが多く菊花賞、天皇賞、エリザベス上杯、ジャパンカップ 有馬記念といった秋の GI 戦線を占う上で重要な競争とされている。2014年からは一着場に天皇賞の優先出走権が与えられている。外国サ馬は1971年から地方競馬所属馬は1995年からそれぞれ出走可能になり、2003年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は 2020年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、別定天皇賞とエリザベス女王杯のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、天皇賞の出走候補馬とエリザベス女王杯の出走候補馬に優先出走が認められている。また、それぞれの出走候補馬は、本競争で2着以内の成績を収めた馬に、天皇賞、または、 エリザベス上杯の優先出走権が与えられる。このため、地方競馬所属馬が最大ごとを出走する場合がある。2020年の一着賞金は6700万円で、以下2着2700万円、3着1700万円、4着1000万円、5着670万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは、 2000年以前も現行表記に揃えている各界競争結果の出展ありがとうございます。